チョイス。はい、お疲れ。怖いね。怖い。怖いね。怖いです。さあ、マジ怖いです。この二人はやばいよ。何の二人なんですか。これはやばいだな。はい。いや、知らん。ぜひ教えてください。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。めちゃくちゃ怖い。ちなみに、不動産系リフォーム屋、そうだね、そうだね。リフォーム内装関係のリフォーム屋さんと、はい。で、何屋さんだ。鳥商と居酒屋やっとるね。やってますね。鳥商って中川区？中川区で。中川区で鳥商、まあ、焼き鳥屋と、はい。あとはあの なあれ？遺品整理。遺品整理とか、ね。へえ。そっち系もいろいろやっとんだけどビジネス。はい。同級生なのこれまた。社長。俺友達。同級生しかいない。基本上も下もいない。みんな同級生。で、もう昔からの友達なんだけど、はい、あのさ、まあ今ね、あの視聴者の皆さん、あの現場。あいつね、変態仮面、はい、変態仮面寺岸の現場のすぐ近くのコンビニおるんですけど、はい、ちょっとさ、もうこの二人、まあ、普段この格好してんだけどなんかいかにもって笑うの笑うの笑うの、ちょっとスイッチ開いて、レディースタート。なやろな、なやろ、こスイッチ。この二人が突然現場来てイチャモン。マジですか、うん、信じません。いや、お前も隠し撮りだよね。はい、うん、そうやって俺は社員教育しようどうなるか。そうだね、いや、とにかくイチャモンつけて社長呼べよと。はい、呼ぶよ、絶対呼ぶよ。呼べる、呼べる、呼ぶよ、全然呼べ、絶対呼ぶ、絶対呼ぶ、呼ぶとにかく呼ばない呼べるよ。ノー言わせんけりゃいいんだろ。お前のところ社長呼べよって。怖いわ。いや、面白い、面白い。呼べる。いや、いけるでしょ。いや、呼んで、はい、また呼ぶのも違うじゃん、経営者って。うん、なかなかこんなの呼ばれてもいかんし、でも、まあ適切な処置はしがないかもんで、はい、まあ、ある、まあ、本当はあれだよな、こんなチンピラみたいなやつが現場来て文句があるからきっちり誠意を出して謝って、はい、つつの、まあ、あいつは緑店所属なのかな、今ここのエリアの仕事、放射所属の現場、緑ですね、緑の、はい、だって緑の店長にまっすぐ連絡、はい、もしくはその連絡が取れんかった場合はすぐ、まあ、本社の方に連絡だよな、はい、で、相田さんの方に連絡とか、はい、その適切な行動取れんだけど、はい、寺岸がどっちにすぐ反応するんだよね。させるよ、させるよ。やべえ、やべえ、やべえ、どんなやべえ、やべえ、ほこたて対決だね、ほこたて。呼んだら勝ちね、俺らは。呼んだら勝ち。で、俺は呼ばせんよ、教育師自分の体が潜るよと俺は呼ぶんじゃねえって言って、自分たちの現場の判断で。これ、それだな、負けれんな、負けれんな、負けれんな、負けられん戦いがある。これは怖いぞ、怖いっす。これは怖いぞ。どんな感じで俺らに、ね、まあ一応もつけるんだよね。どう、はい、考えるけどさ、もうわけわからんこと言えばいいだろう、もうとにかく。まあとにかく、でもまあ施設さんから協力いただいたのは、そのまあタバコ吸っていいね、うん、やばい、ちょっとチンピラチキンちょっとタバコ吸うとか、はい、もうちょっと家の前で騒がしくなるっていうのはまあ許可いただいてるんで、はい、うん、まあその辺はまあ皆さん、あのアンチコメントさんなんでね、はい、まあ重々その安全と協力のね、あのした準備ができたもと、はい、この企画が成り立ってるからね。そうです、やってみようか、はい、まあ、俺はもう完全にこの、まあ、ここで、あれだよね、確認作業で、はい、いける？余裕だって、見とけよ。本当は優しいんだけどな、俺は。本当は優しい、本当は優しい、本当は優しい、まあまあ、まあまあ優しいで有名で。あ、そうなんですか。俺も本当に仲いい。で、だいたい俺と一緒に俺言ったら優しい人しか俺と思う。超子供だから俺。お願いします。お願いします。頑張ります。頑張ります。はいはい、聞こえとるよ。おお、完璧です。あ、呼ぶだったら行って手込んどるやん、うちの会社。そっちの準備ができたら歩いてくわ。あ、もういいよ。もういいの。俺ら行くわ。で、近づいたら俺らちょっと移動して動くわ。怖い。あ、来ちゃってな、怖いな、これ。これな、これ、これ映せる、映せる、こっちも映せる。そんな俺向こうとしましょう。ちょっと離れてる方がリアルじゃん。ちょっと、おい、ちょっと責任者のやつだって。早くないですか。早くないですか。いったね、キルピ頑張って、さすがだね。聞こえますか。どうぞ。聞こえるんだったら、あのアイスクリームが大好きって言ってください。かわいい、かわいい、かわいい。あの YouTube で、あのなんかお前変態仮面だね、変態仮面かなんかって言ったの、さすらいの変態仮面だね。そうです、さすらいの変態仮面ですね。います？いない？さすらいの変態仮面、うん、いない？いや、今呼びに行っとる。あ、そう。
やばいです。電話持っとる。俺の電話持っとるんで、そっち側になっちゃう。そっち側になっちゃう。バチバチ言ってよ。お前生意気だよなって言って、お前つまらんなって言って。電話になるで気をつけてよ。俺の電話だよそれ。いや速攻電話すんじゃないやつ。早かったっすよね。店長で電話したんだ。えらいな、えらいな。エロいっす。えらいな。ちゃんと。こわ。え、こんなぐるぐるしてるんですか。どこで電話しとる？お前どこで電話しとるんだって聞いてくれ。おい、どこで電話しとるの？あの、YouTube デートで社長に電話しろ。あいつに。ちょっと。やばい。社長に電話しとる。社長に電話しとる？もしかして。お前社長に電話しとるかって聞いてくれ。俺、電話持ってないもんでさ、そっちにあるもんで分からんだわ。社長つながらんらしいが、ダメだか。行くか、じゃあ行くか。社長呼べる方法ねえの？本社に電話しろって言って。てめえ本社に電話しろ。本社に電話して、社長つないで、ちょっと連れてきて。めちゃくちゃ困ってますね。あ？困ってますね。嘘嘘行く？突っ込む？顔映ってる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 近所の人ってお前ただのヤクザだただのチンピラだって怖いホントにチンピラじゃないですよね本物じゃないですよねチンピラ確実にあったチンピラだろ近所の人ってめっちゃ見てる確実にあるだろ行くかちょっとかわいそうになってきました暑いわちょっと今週で終わんのほんで今週ああそうですね今週あの天気が良ければ、うん、終わりますじゃあ本当にどうすんのお前でさあのさあ、アーテナちゃんおるじゃん あれなあいつ何やっとるのやってるだろうあれ何にショート何やってるハゲなのあいつあれもともとトビって聞きまして本当めっちゃ調子乗っとるじゃん動画でいつも動画です、うん、動画いつもデラ調子こいとるがダメだ同世代だな、うん、俺あ一緒です同世代多分すぐ来ちゃうわすぐ来るよー喋るなお前ちょっとすぐ呼んだよ早いわすぐ電話したじゃん俺どうしようかと思ったよ
出たいって言ったもんね。出たい。じゃあ挨拶してないって言うもんで、ね、おかしいなって思った。もっとガチガチ言ってたんだよ。結局俺捕まえられなかったよ。じゃあ電話これにかかってきとるから。これにかかってきとるから。お前かけんなよ。ルールだろう会社で店長に相談して。しかもこれにかかってきとるで。これにかかってきとる。これ社長の電話だから。ずっと鳴っとるんだって。待ってました。嘘だ。ブー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 。あんまり上級が分かってない。ただの上級生。同級生です。同級生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 。本当に同級生。ただ友達。ただ友達。今日いかつい格好してみてって。お前いじめだろうと思って。あ、今まだ分かってないか。最初分かってなかった。まだ緊張してると思ったところで。あ、うるせえって言ったもんで。あれおかしいな。あ、芝居やってるわけじゃないもんで。うん。うるさい、多分クレームだな。あ、そうか、匂いか。あ、そうか、匂いか。この携帯ずっと楽しみ。で、これずっと全部音声、指示来てるから。なんかつけとるかなと思って。あ、でもそれつっくんだよ。すぐ来たから。すぐ来たから。すぐ呼んだから。卒業社長に呼んだから。勝ちだから、俺。あ、呼んでかんすか。取り前だろさ、店長でいいのか、普通だろう。店長ってあれですかね。いやいや、知らんよ。お前の上司に出すのが普通だろう。今そんな現場のクレームお前全部俺が対処する。クレーマーがおったら社長を呼ぶかって言った時にそれをこさしたら呼んだら俺らの勝ちで、呼ばんか電話しんかったら勝の勝ち、社長の勝ち。あ、呼ばんか。でも大概言って呼ぶと思う。こんなやつ来たら、こんなやつ来たら自分の何とか対処できるのはいいですけど、しないからできそうじゃん。なんでできるの。逆にね、すぐって言ったもんで、もう終わっちゃった。終わっちゃった。まあごめんなさい、話してやる。出せ。いや、楽しかったです、楽しかったです。ビビった。いや、ちょっと最初、ちょっとやべえやつだ。変に、変に。ね、めんどくせえなんだよ、思った。いや、楽しかったです。面白かったわ。こんだけだ。じゃあ帰るわ。じゃあ。ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。すいません。同級生です。同級生です。まあいいえ、取れたな。めちゃくちゃ面白かったです。実質6、あ、6分だけど、こっち1回止まったもんな。はい。実質やから時間15分ぐらい。そうね。そんなもん。そうね。やから時間。やから時間。ビビったの。ビビったの。皆さん、はい、これでうちの社員教育がどういうものかよく分かっていただいて。確かに僕も心を入れ替えて。電話殺到するわ。すぐに電話してくる。俺の子分。すぐに電話してくる。俺の子分。お前電話すぐだろう、こんな。新平がちょっと悩んでいたぐらいで社長に電話してたらなんだろう。私は適切に処置してどういったご用件ですかって、社長にどういうご用件ですかって、お前ら。だろう。社長行くならみんな行くや。出てえでさ、出てえで呼んだ。出てえって言ったら、出てえって言うならまあ一応許可取る。お前電話かかってくるぞ、会社の変なやつ。避けてください、みんな。出してきれいな。楽しかったです。なんかついとりゃ、まあ、なんかドッキリの始まり。全然分かった。ちゃんと隠れてるから。ちょっと声聞かけて、じゃあ我こそはっていう、なんかいかつい人。そうね、面白いね。僕ら、エセだもんね。作ったやつだもんね。我こそはっていう。そう、ちょっと無理がある。それとぜひ来てください。あと、マッチングサイト、7月1日からオープンしてますんで、まず業者さんの登録が1ヶ月まず保留して、多分8月1日ぐらいからお客さんに開放すると思うんで、ぜひちょっとお金もかけてね、広告宣伝かけてやっていこうと思ってますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。お願いします。せーの、またねー。またねI'm sorry.